雪村様。良い天気ですな。雪村様。どこへ行くの？おっと、こいつは。あんた、もしかして雪村が？はっ、こいつは立派になったもんだ。左近殿、これはお久しぶりです。一体どうしてこちらに？これはまた懐かしい顔だな。ご無沙汰しております、正行さん。徳川の大軍を退けたという名状を拝見しに参りましたよ。攻め方を考えに来たの間違いではないのか。まあそれはお互い様でしょう。見事な城を見れば落として見たくてしょうがない。違いない。お二人とも未だ兵法修行を続けておるのか。それがそろそろ年貢の納め時でね、腰を据えようかと思ってます。そうなのですか。左近殿ほどの方が仕官なさるお家とは一体。まさか徳川などと申すまいな。いやいや、石田三成という御人です。え？おお、やはりご存知でしたか。ま、豊臣の大番頭を知らぬ奴はいないが。はい、たびたびお世話になっております。天下の軍略家が小森に逆戻りか。言ってくれますね。あの方もあれでなかなか。知っている、面白い坊主だ。父上。正行さんにそう言わせるなら大したもんだ。豊臣の世を守るために強くなりたいのだとえらく熱心に書き口かれましてね。何やら小田原で大層答えることがあったらしい。ご存知ですか？さあな。父上。柄にもなく感じ入りました。まあ面白い戦ができそうですしね。物好きなことだな。それもお互い様でしょ。ではまたいずれ。天下統一、真田は安泰。良いこと尽くしであるな。はい。どうした、浮かぬ顔をして。つまらぬか。いえ、決してそのような。さようか。わしはつまらぬ。父上。小田原合戦の契機となった名ぐるみ城、彼の地を北条が攻めるよう仕組んだのはわしだ。そのような気はしておりました。天下統一という大義のため、名ぐるみを、彼の地の将兵たちを見捨てた。八王子城でも。それはやむを得ぬ死にか。信行も総合していた。だがさような戦はつまらぬ。父上。
日の本から戦がなくなるのであれば、かようなことを考えても致し方ないがな。戦はなくなりましょうか。何があった？家康殿のご子息、秀忠殿にお会いしたのですが、家康殿には天下を狙う野心があると。当然であろう。だが息子がそれを口にするか。徳川もいろいろあるようだな。家康殿は秀吉様と戦おうとなさるのでしょうか。今は兵を挙げたところで北条の二の舞。家康がさような愚かな真似はすまい。だが雪村、大阪へ戻れ。はこたびの出陣は許されたが、お前は本来人質の身。いつまでも上田に留めてはあの坊主が怒る。坊主？何より天下の行く末から今しばらくは目を離してはならぬ。承知いたしました。第11章、決別。秀吉の手によってついに天下統一はなった。誰もが望んだ太平の世がようやく訪れたのである。しかしそれも長くは続かなかった。秀吉は老いとともに床に伏すようになり、家臣たち、特に石田三成と徳川家康の間には以前にも増して険悪な雰囲気が漂い始める。大阪城の雪村も迫る戦の気配を肌で感じていた。そしていよいよ真田家に最大の危機が訪れる。これはカイ殿、ご無沙汰しております。慣れ慣れしくしないでよ。私らが真田にどんな目に遭わされてきたか。返す言葉もありません。勝敗は陛下の常ってやつじゃないの、ちっちゃな。雪村様、こいつ北条の熊姫ですよね。なんで大阪に？誰が熊だこら。チャチャ様がカイ殿をお預かりになったのだ。あんた、カイと言いましたね。私と一緒に大阪に参りなさい。チャチャ様、
はあ？あたしを捕虜にしてどうしようっていうの？市中引き回しの上、貼り付け獄門とか？死にたいのなら別に止めはしません。好きにしなさい。しかし貫きたい意地があるのなら、託された思いがあるのなら、泥を吸ってでも生き延びるべきです。チャチャ様、この方のおっしゃる通りよ。カイ、私もあなたには生きていてほしい。姫様。チャチャ様でしたか。どうかカイをよろしくお願いいたします。受けたまわりました。よっしゃ、世話になります。でもそれは豊臣がひどい真似をしないよう見張るためよ。ええ、私もそのつもりです。は？チャチャ様。チャチャ様も物好きなことですね。落城の切なさはチャチャ様が誰よりご存知だ。捨ておけなかったのであろう。氏政殿の姉君は徳川とご縁があり、家康殿が貢献なさったが、カイ殿には行き場がなかったからな。なるほど、哀れな捨て駒を拾われたわけですね。泣ける。だから誰が熊だっての。私もチャチャ様の身の上を聞いて感じ入ったというか、お力になれればと思ったけど。さようですか。そう言っていただけるのはありがたい。でも真田を許したわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないように。はい、お認めいただけるよう励みます。勘違いしてるのはどっちだっての。雪村様がいなかったらチャチャ様だってね。はあ？はあ？おっかねえ。そうか。
はい。雪村、よう来てくれた。小田原では見事な働きじゃったの。さすが大したもののふじゃ。はあ、恐れ入ります。秀吉様、あまり喋られては。いやいや、今日は気分がええんじゃ。雪村が来てくれたからじゃな。もったいないお言葉。私などでよろしければ、いつなりとお召しくだされば。お前さんの親父殿には悪いことをした。は、父にですか。年家にもな。八王子城のことは聞いておろう。はい、されどあれはやむをえんことと正行殿は割り切れまい。わしは正行殿のそういうところが好きなんじゃ。秀吉様、がっかりさせてしもうたかの。滅相もないことでございます。父も秀吉様のお考えは十分。詫びておいてくれ雪村。頼む、どうか正行殿に。はい、はい、秀吉様。ですから、どうかもう。もうお休みください、秀吉様。雪村、下がりましょう。はい。すまぬ、正行殿。年家。すまぬ。あれほど気に病んでおられたとは。すっかり気弱になってしまわれたようです。このような時にあの者たちは。何事かございましたか。石田三成と加藤清正、それに福島正則です。噂は聞いているでしょう、いさかいを起こしていると。はい、少しは。けれどあの方々は喧嘩するほど仲が良いというのを絵に描いたような。そうも言っていられないようなのです。どうして秀吉様のご心労を増やすような真似をするのか。今こそ家中のまとまりが。何ですか。私が豊臣の家のことを心配するのがそんなにおかしいですか。いえ、茶々様が豊臣の支えとなってくださること、とても心強く思います。とにかく捨ておけません。承知しました。お三方の話を聞いてみましょう。出すなバカ、茶々様の前で。ああ、すいません。いえ、つまり三成の態度に問題があると。そう、もともと横柄なやつだったけどよ、近頃は俺らなんかと口を聞くのもバカらしいって態度でよ。何故そのような態度を取られるのでしょう。知るか。俺たちが家康殿と親しくするのが気に入らんのだろう。家康殿と。あいつの家康嫌いは筋金入りだからな。家康殿は利家殿と並ぶ豊臣の重鎮、奴こそが協力を取り付けるべきだというのに。どうして三成は家康殿を嫌うのでしょう。
豊臣への脅威と捉えておられるのやも。雪村、滅多なことを言うな。そういえば真田も徳川嫌いだったな。まさかお前が三成をけしかけているのではあるまいな。いえ、私はそのような。ただ秀忠殿は言っていた、家康殿は天下に野心があると。やめなさい清正、それは邪推というものです。良いのです、茶々様。清正殿とて本心でおっしゃっているわけでは。はい、申し訳ありません茶々様。すまなかった雪村、これでは三成のことを言えないな。いえ、どうかお気になさらず。もうとにかくあいつはどうかしてんだ。今度会ったらぶん殴ってやる。わかりました、三成の言い分も聞いてみましょう。お手数をおかけします。おねね様に怒られるのは覚悟していたが、まさかチャチャ様だな。なんか感じ変わったよな、あのお姫様。あれが本来のチャチャ様の姿なのでしょう。そうかもしれないな。チャチャ様のためにも豊臣の家を割るようなことがあってはならない。はい。やってやるよ。くだらないことで時間を取らせないでいただきたい。失礼いたします。清正たちの言い分が正しいようです。茶茶様、申し訳ありません。あの通りな将軍のもので。性分の問題ですか。ここを気取り人の話を聞こうともしないようでは。チャチャ様、私が言えたことではありませんでした。いえ、チャチャ様は変わられました。私の話はいいですから。三成はあなたたちの意見も聞かないのですか。聞く耳を持たないわけじゃないんです。素直に返せないだけで。あれで根はまっすぐの男なのですが。何か含みのある言い方ですね、義継。いえ、決して。そういえば父が三成殿を面白い男だと言っていました。でしたな。あの正行さんにそう言わせるならうちの殿も捨てたもんじゃない。家康殿を敵視しているという件についてはいかがでしょう。お前はどう思う雪村。お前は家康という男をどう見る。底知れぬお方だとは思います。雪村、三成もそう思っているだろう。だがむやみに敵対心を煽る必要もない。それは間違いない。殿には自重するように言っておきますよ。聞いてくれりゃいいんですが。頼みます。Thank you.
雪村様。雪村。チャチャ様、どうなさいました？もしや、秀吉様が。はい。わしはここまでか。何を言ってるの、お前様らしくもない。さようですぞ、秀吉殿あってこその天下。いやいや、あとは若いもんに任せて、わしらはゆっくりさせてもらうの。ねえねえ、お前様イチャついてんじゃねえぞ秀吉。まだまだお前はかけ続けなきゃなんねえだろうが。家康殿、利家、天下のこと何とぞお願いする。わしとてもはや老骨でございますぞ、いたわっていただきたい。そうだ、お前一人だけ楽しようとしてんじゃねえ。そうじゃな、次の世代への筋道を、家康殿ならば。秀吉殿。秀吉。お前様。夢を見とったようじゃな。信長様、わしは秀吉様。不思議ですね。え？私はあの方を許したつもりはありませんでした。許すことなど決してないと思っていた。チャチャ様。けれどどうしてこんな胸に穴が開いたような。人が亡くなって悲しいのは当たり前のことです。そう、そうなのですね。豊臣はこれからどうなるのでしょう。わかりません。ただ皆で力を合わせ、秀吉様が残されたものを守っていくばかりです。そうですね、叶うならこのような思いをもうせずに済めばよいのですけど。はい。